말해? 마사와? 에? 아, 마에노 店長のことかい? あの人はとっくに田舎に帰ったよ。 今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの。そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね、お客さんだ。あの荒川組の場所だけ。ああ、おっちゃん、いつもの風呂や。はいよ。じゃあ500円つけとけや。はあ、 しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。あ、いいか、組員が東条会のバッジつけて街歩くときゃ。大見れんご。なんやこれ、我どこのもんや。俺、荒川組のもんだ。 なんや、新入り会な。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が多い。荒川組はな、あんたも今日は先代の墓参りしてたのか。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、 あとは専属のお付き連中だけなんや。よう覚えとけし。その組長って誰なんだ。はあ、何言うとんねん。誰なんだ。大見連合を若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。 精神入れ。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何、己さっき荒川組言うだろうが。ああ、言ったぜ。でも俺はな、東条会の荒川組員だ。東条会、何寝言言うてんねん。寝言に聞こえるか。聞こえんな。 まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろえ、東条会の虫けらが。うちの飯食うわ。手加減しねえぜ。俺の番だな。俺俺、 取っておきな、見せてやるよ。行くわよ。よし、行くぞ。取っておきな、見せてやるよ。よっしゃ、勝ちだ。へへ、強くなった気がするぜ。 さんが近江に寝返って東条会ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや兄貴、こいつ東条会の残党や。いてまえ。なんやて、またんかいこら。
いいえ。 ありがとうよ。 봐요. 맞대.
なあ。なあ。やる気だけは十分だ。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。はい。やってみんかい。ああ、楽しめる思い出やるよ。なめんなよ。弱っ。俺の番だな。よし、行くぞ。シャッキングだね。よっしゃ、勝ちだ。よっしゃ。もいいけど無茶はよくねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と東条会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。なあ、てめえ、なんてことしてくれるんだ、こら！よせよ、悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。たく、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。無所帰りで話すとラチが開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやっさんに何があったんだ。そういやお前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろう。おやっさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかか、それぐらい知ってるさ。伊達に記者で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。
18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいただろう。いたよ、若のことだろ。俺はお月やらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。ああ、でも今どうしてんだろう。死んじまったよ。いつ、どうして。お前がムショに入って3年くらい経った頃かな。病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろ。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやっさんは若のためだったら何だって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろ。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど、でもだからって登場会を裏切るなんて。あのな、一番、お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ。生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。荒川は極道だ。それも生粋のな。奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。ああ。じゃあもう神室町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え、神室町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ俺。え、いや知らねえけど、とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ、ソープの桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか。やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す？いっそ殺してくれ。